パルマス島パルマス島の位置。北緯5度33分31秒統計126度35分4秒。北緯5.55861度統計126.58444度。5.55861126.58444。パルマス島事件とは、フィリピンミンダナ島のサンオーガスチンミサキと、オランダ領東インドの北にある。 ナヌーサ軍島の中間にあることを、パルマス島の領有権をめぐって、アメリカ合衆国とオランダが1906年から争った領土紛争である。最終的には、1928年に、常設仲裁裁判所で、オランダの領土であるとの判決が下された。特別協定の締結に際して、アメリカの特命全権大使を務めた、チャールズ・ウェイバンズ・ヒューズ。 オランダの特命全権大使を務めたアンドレス・コーネラス、ダーク・デ・グレイフ。1906年1月21日、当時フィリピンのモロ地方総督であったアメリカのウッド将軍がパルマス島を訪れたことがことの発端であった。彼はこの島がアメリカ領であると信じていたが、彼を海上で迎えた船と島の海岸にオランダ国旗が掲げられていることに気がつき、このことを アメリカ陸軍長官に報告した。これ以前にはアメリカ、オランダ、スペインといった関係国の間でパルマス島の領有権をめぐる意見の不一致は表面化していなかった。1906年3月31日からアメリカ、オランダ間の外交交渉が始まり、その結果1925年1月23日に両国の間で特別協定が結ばれた。以下、 両国が締結した特別協定のうちで主な条項を外説する。以下、両国の主張を外説する。両国間で意見が一致していた主張アメリカの主張オランダの主張両国が単独仲裁裁判官として指名したマックス・フーバー。パリ条約署名の様子。マックス・フーバーはこの日を決定的期日とした。両国は仲裁裁判官として スイスのマックス・フーバーを指名することで合意に至った。以下マックス・フーバーが下した判決を外説する。国家間関係において主権とは独立を意味する。領域に対する国家の独立とは他のいかなる国家をも排除し、そこで国家の機能を行使する権利である。他方で領域主権は自国領域内で他国や他国国民の権利を保護する義務を伴う。なぜなら、 領域主権に基づく空間の国家への配分は国際法で定められる最低限の保護を諸国民に保障することを目的としているからである。領域の主権に関して紛争が生じる場合には主権を主張する一方の国家がもう一方の国家に優位する権限を放置しているかを審議するのが慣習である。一方の国家が現実に主権を行使しているという場合にもう一方の国家は 領域試験が過去の特定の時点で獲得されたことを立証するだけでは不十分で過去に獲得された領域試験が紛争発生の時点にまで存在し続けてきたことを示さなければならない。他国や他国国民の権利を保護する領域国の義務に鑑みれば継続的かつ平和的な領域試験の行使がなければ国家はそのような義務を果たすことはできない。そのため、 そのような領域主権の行使は権限として有効である。アメリカの主張は1898年に結ばれたパリ条約の第3条に基づいたスペインからアメリカへのパルマス島を含む領域の活動に基礎を置いている。しかしスペインはスペイン自身が保持していた以上の権利をアメリカに上とすることができなかったのは明らかである。したがって ここで解決すべき問題は、パリ条約の署名、発行の日において、パルマス島がスペイン領であったか、オランダ領であったかという問題である。16世紀のスペインによるパルマス島の発見は、発見それ自体が当然に領域主権をスペインに付与したと認めることができる。しかし、発見によって16世紀に、国際法の発展により、16世紀に有効であった。 国際法規則と19世紀に有効な国際法規則は異なるが、時代によって異なる。法体系の内度の時代の法体系が実際に、権利の存続のためには、国際法の発展に従い変化する条件を満たすことが必要とされる。従って、発見だけでは、決定的期日にスペインがパルマス島に対する主権を持っていたことを、証明するには不十分であり。 16世紀当時に未成熟の権限を創設したことが認められるだけである。未成熟な権限は合理的機関内に実効的支配によって保管されなければならず、他国の継続的かつ平和的な主権の行使に優越するものではない。アメリカが主張する隣接性に基づく権限の主張を検討する。時としてそのような権限が主張されることがあるが、 実定法上の規則としては認められない。この原則は正確性に欠けており、これを適用すれば、恣意的な結果をもたらしうる。この原則によって、特定の国家に有利な推定を行うことは、前述の領域試験の正確とも矛盾する。よって隣接性の原則を領域試験の問題を決定するための法的方法として許容することは、できない。 実効的支配と言い得るためには主権を表示する行為が決定的記述である1898年の時点で存在し、それ以前にもそのような行為が他国が確認できるほどの期間継続的で平和的オランダの主張を検討する。東インド会社は原住民と創始契約を結び、それによって原住民はオランダとの関係を結んだ。 この契約が創始国と付け雇い国という植民地関係を確立し、自国領域の一部であるとするのに十分な権限をオランダに付与した。1700年から1906年までオランダは創始国として平和的に主権を行使しており、さらに決定的期日以前にオランダによる領域主権の行使に対して他国から抗議が行われた記録はなく、 オランダによる主権の行使は平和的なものであったと認められる。逆にアメリカはスペインの領域主権の継承国としてオランダと同等以上の権限を提示することができなかった。パルマス島はオランダ領の一部である。領域主権の継続的かつ平和的行使による実効的支配を強調した上記判決は島の領有権をめぐる領土紛争の古典的なケースとして 後の国際判例に大きな影響を与えた。例えば、1953年にマンキエ島とエクレオ等の領有をめぐって英仏間で争われたマンキエエクレオ事件、国際司法裁判所判決でも、イギリスによる司法権、立法権、地方行政権の行使を国家主権の平和的発言として認め、両党がイギリスの領土であると認められた。 さらに上記判決で示された原則は、例えば日中間の尖閣諸島問題など、今だ未解決の領土紛争を語る上でも引用されることがあり、裁判官の名前にちなんで、マックス・フーバー原則とも呼ばれる。アメリカは、この島が米西戦争の結果結ばれたパリ条約によって、スペインからアメリカに割譲された領土であると考えていた。詳細は、 両国の主張を参照。常設仲裁裁判所の中で実際に裁判の任にあたる仲裁裁判部は各事件ごとに紛争当事国によって組織される。つまり、紛争発生時点を決定的期日として紛争発生後、自国に有利となるように意図して作り出された事実の証拠能力を否認したものとされる。裁判所は東インド会社、あるいは オランダ国家が原住民と結んだ契約は植民地関係の一形態であり他国に対して主権の発言を主張するためには創始国による実効的支配によって保管されるべきであるとした。今日では現地国家が他国と結んだ契約は国家間の条約として主権移転の効果を持つが20世紀前半までは文明国としての要件を備えていない。 原住民の国家の国家としての国際法上の主体性を否定するような考え方が主流であったため、創始国の実効的支配を伴わない契約のみによる主権移転は否定された。このような考え方は、後に非植民地化の進展に伴い批判されることになる。AB 国際法事典284ページ。ABCDEFGHIJKLMN。 OPQRSTUVWXYZAAAB、判例国際法、126から130ページ。ABCDEFGH、The Island of Balmas Case, PP1 から 3?ABCDEFGHIJKLMNOPQRST、国際法判例100選、64から65ページ。国際法辞典百183ページ。 ザイランド・オブ・パルマス・ケース、P4、国際法辞典、73ページ。判例国際法、131から135ページ。浜川京子、尖閣諸島の領有をめぐる論点。国立国会図書館、P2、2012年7月16日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2011年11月12日閲覧。ありがとうございます。